おはようございます。元気ですか？元気あれば何でもいい。おいバカロー。はい、どうもラオです。まあちょっとね、今日友達ん家来たんですけど、もう腰痛がもうすごくて、はい、今さっきなんですけどボルタネを飲ましてもらって、はい、少し落ち着いたんですけど、かなり痛いです。はい。本当に。さっき、こっち来るときに、友達家来るときに、途中で俺、チャリンコ降りて、もうダメになっちゃって、座り込んじゃったんですよね。もう痛くて。はい。で、もし、あれだったら、針治療とかやってくれるとこあるんですけど、あと、マッサージやってくれるとこあるんで、そこ行きたいなと思うんですけど、本当は土曜日だったんですけど、もうちょっとさすがに痛いんで、今日もしやれたら、今日行きたいなと思ってるんですけどね。はい。いやー、ほんと参っちゃいますね。急にですからね。腰痛。もう皆さんも気をつけてくださいね。腰は。はい。話題を変えましょうか。ですね。タイソンが今、奄美大島に行ってるんで、はい。ちょっと、あれなんですけどね。はい。これでもお土産、これ、買ってきてくれたんですけど、はい。ありがたいですね。今回も多分買ってきてくれると思うんですけど。はい。なんか期待してるんですけどね。そうですね。奄美大島行った時ありますよ、皆さん。俺ないんですよね。はい。そうですね。まあいいところですよね。写メ見してもらったんですけど、タイソンに。はい。海は綺麗だし。はい。まあ、なかなかいいところですね。はい。うん。あとは、やばいっすからね、朝。目覚めちゃって、もう痛くて。はい。しょうがないですね。なんか急に怒ったんで。うん。昨日針打ってきたんですよ。でも。うん。そうっすね。うん。あ、ダメだ。腰痛。よいしょ。痛いっすわ、ほんとに。うん、今ボルタレンでゴンガしますけどね、ほんと痛いっす、皆さんも気をつけてください、ほんと腰は。はい。まあ仕事で建築関係とかやってるでしょうか。はい。とか飛び職の人はちょっとなおさら気をつけた方がいいですね。うん。さすがに痛すぎるんで、ほんと。うん。参りました。うん。ああ、痛い。ちょっとじっとしてらんないんですよね。痛くて。同じ格好してて痛いんですよね。うん。ああ、痛いです。ダメだ。痛い。ほんと痛い。はぁ。待ちます。ろくな配信できないですね。あー、痛い。痛い。まあ、とにかく。
腰痛を早く治さないとって感じですかね。マジ痛いんで。まあ、収益も、あと収益の話なんですけど、だいぶ、あれですね、いい感じで入ってきてるんで、いいとは思うんですけどね。そうですね。本当マジでもいるんですけどね、俺の友達なんかもみんな収益得てる人はいますけどね。あとなんか500人と1000人で、あーちょっと待ってください。500人で1000再生すれば、なんか収益になるって、今度なるって、そういうの聞いたんですけどね。やばいっすね。ちょっと今、体勢が、あれしないと、ちょっと腰が痛いんで。あー、いて。参ったな。じっとしてらんないっすね。ほんと。あ、ノーネーム、エイトマイルバージョン。ノーネーム、自分のチームなんですけど。はい。もしよかったら、DM で、から、送ってください。返事を。はい。5000円で売りますんで、よろしくお願いします。はい。なかなかいい仕上がりなんで。あとタクシードライバーもあるんで、はい。タクシードライバーバージョンもあるんで、ノーネームバージョンで、はい。もしよかったら、はい。皆さん来てください。買ってください。すいません。はい。そうですね。まあ、そんな感じですわ。今、腰痛と戦ってます。そういうことなんで、また、日を改めて配信しますんで、よろしくお願いします。失礼します。